CR はかつてホンダ技研工業が製造販売していたモトクロス競技用オートバイでありシリーズ車種として排気量別に数車種が生産されていた CR500RCR500R は1983年に発売されたモトクロス競技用車両であるモトクロス世界選手権やアマモトクロスの 500cc クラスを対象としたモデルであるが 未舗装路で扱うには相当のテクニックを必要とし、世界的にも販売台数が見込めないために同年式の CR250R のコンポーネントを大幅に流用している。1984年からエンジンは推冷となり、基本的に CR250R の腰上とピストンストロークの拡大に伴うクランクシャフトの変更で排気量の拡大を図ったモデルである。 年度によって変更箇所の代償はあるものの、毎年同年式の CR250R の変更箇所に即したモデルチェンジを重ねた。ただし、1980年代半ば以降 250cc の性能向上により、ほとんどのモトクロスコースで 500cc がラップタイムを上回れなくなると最高峰クラスとしての意義を失い、メーカーとしての参加も小規模となり、 それに伴い市販モトクロッサーの改良もこ幅なものとなったのは CR500R も例外ではない。モトクロス世界選手権でヨーロッパの小規模メーカー振興のためにフィムが4ストロークに対しては 650cc までの排気量を認めると1993年にハスクバーナがメイクスタイトルを獲得。また同年にアマモトクロスで 500cc クラスが 廃止されるとその傾向はさらに顕著になった。1989年以降は CR250R に対して設計変更を伴うような部品はなくなり、1991年以降は CR250R と互換性のあるフロントフォーク及びフロントブレーキの変更。1995年以降は車両そのものに変更は加えられず、グラフィック変更のみとなる。 2000年をもって製造を終了した。日本国内では正規販売されていない。CR480RCR480R は1981年から1982年に発売されたモトクロス競技用車両である。モトクロス世界選手権やアマモトクロスの 500cc クラスを対象としたモデルであるが、 未舗装路で扱うには相当のテクニックを必要とし、世界的にも販売台数が見込めないために同年式の CR250R のコンポーネントを大幅に流用していた。ただし、エンジンが空冷であるためラジエーターなどの冷却水に関する部品がなく、それに伴いラジエーターシュラウドがないことから燃料体育形状も CR250R とは異なる。 生産終了翌年より、後継機種 CR500R へと引き継がれた。日本国内では、正規販売されていない。CR450R エルシノア CR450R エルシノアは、1980年に発売された、モトクロス競技用車両である。モトクロス世界選手権や、アマモトクロスの 500cc クラスを対象としたモデルであるが、 二歩装路で扱うには相当のテクニックを必要とし、世界的にも販売台数が見込めないために同年式の CR250R のコンポーネントを大幅に流用していた。ただし、エンジンが空冷であるためラジエーターなどの冷却水に関する部品がなく、それに伴いラジエーターシュラウドがないことから燃料体育形状も CR250R とは異なる。翌年より、 後継機種 CR480R へと引き継がれた。日本国内では正規販売されていない。CR250M、CR250M は1972年に発売されたモトクロス競技用車両である。なお、正式にはエルシノア CR250M とサブネームが付与される。ホンダとしては、 1947年発売の A 型から1949年発売の C 型までの会社の黎明機を除けば初の2ストロークエンジン搭載車であり当時としては驚異的な33馬力のパワーを誇った CR250R ホン n CR250RCR250R は1977年に発売された CR250M の後継にあたる、モトクロス競技用車両である。翌1978年を除き年度によって、変更箇所の代償はあるものの、毎年モデルチェンジを重ねたが、競技用車両といえども、年々厳しくなる、環境対策への対応から2004年発売の、いわゆる2005年型で2001年より並行して、販売されている4ストロークエンジン搭載の、 ホンダ CRF450R に後継の座を譲り、新規開発は終了した。国内ではこれをもって、新車の販売も終了となったが海外では地域によっては従来型が継続販売されている。CR125RCR125CR125R は1978年に発売されたモトクロス競技用車両である。年度によって、 変更箇所の代償はあるものの、毎年モデルチェンジを重ねたが、競技用車両といえども、年々厳しくなる、環境対策への対応から2004年発売の、いわゆる2005年型で、2003年より並行して、販売されている4ストロークエンジン搭載の、ホンダ CRF250R に、後継の座を譲り、新規開発は終了した。国内ではこれをもって、新車の販売も、 終了となったが、海外では地域によっては、従来型が、継続販売されている。CR85R、R2、DCR85R は、2002年に発売された、子供向けモトクロス競技用車両である。従来より発売されていた子供向けモトクロス競技用、車両 CR80R のシリンダーボアを 0.5mm 拡大し、 排気量 84.7cc に上げたものである。毎年のグラフィック変更と数年おきのモデルチェンジを重ね現在も発売中であるが、競技用車両といえども年々厳しくなる環境対策への対応から2006年より並行して販売されている4ストロークエンジン搭載のホンダ CRF150R リーに後継の座を譲る方針ではないかと思われる。R2 リは F ホイールの大型化とそれに伴うスイングアームの延長の結果リアホイールトラベル量の増加などの改良が施されている。しかし、車体自体は基本的に R と同じであり、通常の成人用モデルというよりは小柄な人や、女性向け、または中学生程度の体格の子供がフルサイズモデルに乗るまでのつなぎといえる。ちなみに2002年から2004年に発売された方が、 R2 であり、2005年以降がリーである。CR80R、R2、DCR80R は、1979年に発売された子供向け元クロス競技用車両である。毎年のグラフィック変更と数年おきのモデルチェンジを重ね、2001年まで発売された。R2 リーは、F ホイールの大型化とそれに伴うスイングアームの 延長の結果にアホイールトラベル量の増加などの改良が施されている。しかし、車体自体は基本的に R と同じであり、通常の成人用モデルというよりは小柄な人や女性向け、または中学生程度の体格の子供がフルサイズモデルに乗るまでのつなぎと言える。ちなみに、1984年発売の方がリーであり、しばらくのブランクの後1995年以降、 発売されたものが R2 である。CR60RCR60R は1982年に発売された子供向け元クロス競技用車両である。毎年のグラフィック変更と小変更を重ね、1985年まで発売された。60cc を上限排気量とする公式線はないが、レギュレーション上は 80cc クラスに参加ができた。 本格的な競技車両というよりは、オートマチックや、ロータリーミッションの用事用、レジャーバイクから 80cc のモトクロッサーへ乗り換えるまでのつなぎ的な用途の車種である。日本国内では、正規販売されていない。CR50RCR50R は、1982年に発売された子供向けモトクロス競技用車両である。毎年のグラフィック変更と小変更を重ね、 1985年まで発売された。50cc での公式戦はないので、本格的な競技車両というよりは、オートマチックやロータリーミッションの用事用、レジャーバイクから 80cc のモトクロッサーへ乗り換えるまでのつなぎ的な用途の車種である。日本国内では正規販売されていない。ありがとうございます。